アメリカのレーガン政権とか英国のサッチャー政権ですね、この下で私は大使館勤務をしたんですね。ですから私自身、民主主義の最も大事なところっていうのは何かと、それはね、要するに権力が腐るんですよね。私も権力の側にいたからわかるんですが、やっぱり権力を乱用するという欲望に駆られてしまう。権力っていうのはね、やっぱり甘い結果をもたらすから、権力を使いたいという欲望に駆られてしまう。だから民主主義の基本なんですよね。イギリス、日本はイギリスの制度に1994年の政治改革によって学んでるわけですが、その基本っていうのは二大政党による政権交代なんですね。で、その要するに一つの政権がね、権力に甘えて、好ましくない政策を取ったりね、あるいはいろんな意味のスキャンダルとかいろんな汚職とかそういうことも含めてね、その政権をチェックするというのは、優れて次の選挙で負けるということなんですね。次の選挙で負けて政権が交代する。だから常に政権交代が起こり得るということが、これまたね、権力のアビュース、過剰な権力の行使に対する、一つの防波堤になっているということだと思う。ところが、やっぱり、小泉政権以上に長く続いた安倍政権というのは、やっぱり数による力の政治だったと思うんです。圧倒的な選挙をやれば勝つということが、安倍さんの正当性の根拠でありね、安倍派っていうのがどんどん数が増えて100名近くになったわけですね。で、そういうことで権力、非常に強い権力がある。時を売るについて、やっぱりその権力の強さを使うということになってしまったというふうに思うんです。今の森友、加計森友、桜を見る会、それから本来そういうことをやってはならない法務省への人事の介入とかね、やっぱりそういうことはね、力があるからやったわけですよね。力があって、どんな文句が入ろうとも、それを抑えることができるという自信があったということだと思います。で、そういうことをしているうちに、官僚の忖度というのが明々白々になっていった。官僚だけじゃないですよ。それはメディアも財界も、やっぱり全てが強い力に対して、かしづいていったということが言えると思うんですね。ね、なんでこの20年近くですか、わかりませんけど、安倍派の裏金が作られてきたのかって、それはやっぱり安倍派の人たちが強い権力に守られている。要するに安倍派がずっと総理大臣を生んできたわけだからね、安倍派自身に自分たちは強い権力で守られているということが、本来必要であった順法精神をね、無にしてしまったということになるんだろうというふうに思うんですね。ですから、その意味ではます、メディアも忖度したんですよね。明らかにメディアも忖度をしたわけで、それはジャニー喜多川に対して忖度をするのと同じようなことだったんだろうというふうに思いますね。ですから、その状況において、この裏金問題もそうなんですけど、自民党の幹部の人たちは、ある程度ごまかしても結果的に選挙に負けることにはならない、要するに野党にはそんな力はないというふうに高をくくってるんだと思います。愚かな行動を認めるようなことがあってはならないと思うんですね。私たちが最終的な力を持ってる、国民主権だからね、国民が投票することによって、実は本来政治改革の中で目的とされた三権分立とか、あるいは政権交代、そういうことを実現することによって、権力に対して一つの強い対抗材料にする、抑止力にする、そういうことができないとなると、民主主義死んじゃいますよ。ですから、私たちの責務はですよ、民主主義をの機能を回復させるために、権力がともすれば乱用される力を持っている権力に対して、それを元に戻す、チェックし、バランスさせるということのために、私は政権交代を実現するべきだと思います。野党にはその力はないよと言ってれば、二度と再び政権交代は起こらないということと等しいわけで、
私はね、政権について過去の経験から学ぶことは多々あると思います。いつ選挙があるか分かりませんけれども、国民の責務は、まさにその権力のアビュース、民主主義の基本である、権力のアビュース、権力の乱用を妨げるために、本来起訴されている政権交代を起こすべきだというふうに私は思っています。